こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。スポーツ関係の商品を購入しましたので、開けていきましょう。で、購入したのは、靴ですね。ウォーキングシューズです。ラクウォークって書いてますね。確かアシックスと、ライザップが共同で開発した商品だと、ラジオで聞きまして、興味がありましたと。で、今まで使ってたウォーキングシューズ、こういうめちゃくちゃ安いノーブランドのものなんですけども、かなり使い込みました。で、靴底もかなりすり減ってきたんで、今回、買い替えのタイミングだったんで、気になってた商品を購入しましたと。25センチですかね。普通24.5 ぐらいのものを買うんですけども、これは25センチからしか設定がサイズ設定がなかったんで、一番ちっちゃいやつですね。お値段2090円って書いてますね。いやー違うな、2090円じゃなかったよ。値札と値段が違うんだけどもさ、どういうことなんだろう。ちょっとこれ後から、サイトに確認してみます。全部で、3600円ぐらい。で、送料600円なんで、3000ぐらいの製品、商品みたいです。ちょっと、いじくると返品ができないかもしれないんで、一旦このままで、動画は終了にしようかなと。変わった靴紐ですね。はい、ちょっとごめんなさい。一旦、ここで動画は終わりにします。はい。はい、ちょっと、細かいところ見ていきましょうかね。フットエイジケアって書いてますね。ラクウォーク、アシックス、トレーディングカンパニーリミテッド、25.0 ですね。ラクウォークって書いてるのかな。靴底はこんな感じで、紐が普通の紐と違って結び目がないやつですね。履いた感じがどうなるのかは気になるんですけども、締めたいときはどうするんだろう。締めたり緩めたりするときはどうするんでしょうね。緩かったらどうするのかな。ちょっと履いてみましょうかね。どうだろう。ちょっと歩いてみないとわからないですけども、そこはかなり厚いで、クッション性があるのかな。今まで使ってたのもかなりお安い靴だったんであれですけども、そこが厚いんで、足腰にはもしかすると優しいのかもしれないですね。軽さはそうですね、思ったほど重くないですね。軽いですかね。ちょっと後から、重さは測ってキャプションでも入れておきましょうかね。いいかもしれない。なんかいろいろついてますね。あ、これがそっか、ライザップか。なるほど。で、これ値札がついてまして、ちょっと見えないかな。あ、2090円。
ってます。でネットではこれ3,000円で売ってたんですけども、先ほどあの問い合わせしてみました。あのすぐ回答来て、ネットの販売店と実店舗と実はあのお店が違ってるみたいでした。で、在庫を共有してるんで、この2090円は実店舗のお値段だそうです。ちょっとあのどこからあの送られてきたかわかんないんですけども、まあ、ネットの方があの高い値段設定になってるということみたいです。まあ、あのそれにいちいち文句言ってもしょうがないんで、ネットで調べた限りはこのお店がかなりお安かったです。6,000円とかですね、7,000円で売ってるところもあるんで、まあ、送料込みで3600円は、まあ、そんなに高い買い物じゃないかなと思ってます。はい、今回の開封動画は以上です。